アラスカフォックス諸島沖の孤島シャドーモセス島にある核兵器廃棄場をフォックスハウンド部隊と彼らの率いる次世代特殊部隊が突如として放棄、島を占拠した。彼らが政府に突きつけた要求はビッグボスの遺体だ。それが24時間以内に受け入れられない場合、彼らは核を発射すると通告してきている。君に依頼する任務は2つ。廃棄所に潜入して人質として捕らわれたダーパ局長ドナルド・アンダーソン、アームステック社社長ケネス・ベイカーの両名を救出すること、そしてテロリストの核発射能力の有無を調査し、事実ならばそれを阻止することだ。生死をかけた戦いだ。ヒーローもヒロインもいない。負ければただの犬死にだ。もう自分を偽るのやめたの。私も連れてって。ここなら私の方が詳しい。足手まといだ。足手まといにはならないわ。誓うわ。もしそうなったら、構わず私を撃って。ヘイル伏せろ。ヘイル、私の代わりに生き抜いて、スネーク。そしてお好きになって。残念だが、ここから先は通すわけにはいかない。ビキッと。こんなに近いとは外す方が難しいわね。世界の一流暗殺者の 65% が女だってこと知らない？忘れない。お前を仕留める、お前しか見えない。私はスナイパーだ。メタルギアが開発された真の目的は何だ？移動可能な TMD だよ。うそだ。今回のメタルギアが単なる格闘最北の戦車ではないことは分かってる。
リキッド！スネーク！俺は復讐の機会すら貴様に奪われた。だが、親父は俺を選んだ。フッ！起き出してしまった。こいつを止める方法は？なぜだ？分かったろ！俺は解釈した！貴様は誰も守れやしない！